実用上果物や野菜として利用されるガマズミの果実ガマズミは鳥類に被食され安いよう進化した果実であり小さくてついばみやすい実と目立つ色彩をしている生物学的には果実とは皮脂植物のその中に種子を含む構造のことである皮脂植物の種子は脂肪の中で成熟するから脂肪が 果実になる部分であり、大方すべての被子植物の種子は果実に入っている。果実と聞けば、肉質で食えせるものとの印象を与えるのは、そのような果実を形成する種が少なからずあってそれが、人にとって、重要な食料であったことによる。このような果実は、植物の繁殖戦略として、動物の食料になる部分を、種子の周りに発達させ、 食べられることで動物の体内を通じて種子の散布を行うという目的のために進化したものであると考えられる。こうした非食用の進化は、非食される対象に応じてそれぞれ進化方向が異なり、それに対応した果実を実らせるようになっている。例えば鳥類に非食されるために進化したものにおいては、樹木の髪型に結果し、大きさは 小型のものが多い蝶類に合わせ数ミリメートル程度であり、視覚に訴えかけるために目立つ色彩をしている。逆に哺乳類は蝶類に対し嗅覚が強いため、香りを強く放つよう進化したものが多い。このほか、目立つ色彩と強い香りを合わせ持ち、蝶類、哺乳類双方に捕食され、安いように進化した果実も存在する。人類は、 こうした果実を食料とするため、畑で火災を、果樹園で果樹とその果実である果物を栽培するが、これも講義においてはこの流れの中に属すると言える。逆にそのような部分を持たない場合、一般には果実と認識されない例も多い。講述の痩せかは、往々にして、種子と同一視される。裸植物は果実を形成しないが、 食べられる部分を種子のそばに持つものもある。過小が柔らかく発達して食べられるようになる犬巻などの例がある。動物の側から見ると果実は往々にして糖類に富み消化の良い食物である。そのため早く木を食べる草食動物のような消化の難しさはなく特殊な適応はさほど必要ない。したがって、 果実食と草食はかなり異なるものと考えた方が良い。果実食をメインとする食性を持つ動物は果実食動物と呼ばれるが、完全な果実食でなくとも雑食動物に分類される動物の多くは果実食を行っており、オランウータンのように雑食のうちでも果実食を基本とするものも存在する。人類も雑食動物であり、 当然、果実を食用とするが、再食主義者の中でも最も求心的な一派は、果実食主義を取り、果実と種子以外のすべてのものを摂取しない。これは、食肉は動物を殺すために食用としないとして、卵や乳製品や蜂蜜といった、動物由来のすべての食品を取らない点において、ビーガニズムと共通する。しかし果実食主義者は、 穀物や根菜、葉野菜といった植物の生存に直結する部分、すなわち植物を殺す部分を食することすら拒否し、植物の生存に直結しない果実と種子の実を摂取する点においてより求心的である。ただし本来雑食生物である人類において果実、種子の実に食生活を頼ることには無理があり、動物や穀物に多く含まれているいくつかの 必須栄養素が必然的に不足することとなる。ちなみに種子は植物にとって卵に値するため逆に食用としない菜食主義者もいる。果実の皮が乾燥した状態になるものを缶化という。これに対して火皮が柔らかく汁気の多いものを液化あるいは多肉化という。実用的には果実とは花が咲いた後にできる。 食用になるもので、種子を食用にするもの以外のものを指す。種によっては主に発達するのが脂肪ではなく、花卓や、かえだなどを由来とする組織が果実を構成している。脂肪からなる果実を、マハテと呼び、脂肪以外からなる果実を、ニセカと呼ぶ。また一般に、その果実の種類が、マハテか、ニセカかは、脂肪の位置から判断することができる。 真果てであるか、偽果てであるかは、食用とする場合においてはそれほど関わりはなく、どちらに属する食用果実も存在する。また、主に樹木になる果実を果物と呼ぶが、果物という言葉は、一般的には、甘みの強い食用果実のことを指すため、スイカやメロン、イチゴなど双本性の果実も、果物と分類されることが多い。また、木本性の果実には、 アボカドのように甘みの全くないものも少数存在するが、これは果物に分類されるのが一般的である。果物のほか、双本性の果実で甘みの弱い、または全くないものは野菜に分類されることがほとんどであり、火災と呼ばれ、トマトやナスなどがこれに属する。マハテに属する果物としては、桃やカみかんなどの柑橘類、梅やスモモ、 らんぼなどがある。ありがとうございます。